ね、チヌートップのタックル説明なんですけれども、まあ、ロッドは基本、今シーバスロッドでちょっと柔らかいかなっていう感じのやつ使ってるんですけど、まあ、なければエギングロッドとかその辺でも全然十分対応できます。で、今使ってるのはこうシマノさんのエクスセンスの 906M ってやつなんですけど、まあ、先が結構柔らかいんで、ちょん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 っていうドッグウォークさせたりシェイクするのにすごい 手元をやるだけでティップが揺れるのですごいやりやすいですね。で、まあ96っていう長さなんで、まあある程度飛距離がやっぱサーフとかいろんな場所によるんですけれども、結構遠浅のところだったら遠投性能いるので、まあ96ぐらいの長さの方が飛距離出ていいかなって思ってやってます。で、まあラインなんですけども、ラインは今1号、 PE の1号を使ってます。で、リーダーは16ポンド、ラインはまあ PE も08とか、まあ、06ぐらい落としても飛距離を取るんだったらいいと思うんですけど、そんなにめちゃめちゃ引く魚ではないんで、根ずれもそんなにサーフとかゴロ対しとかでするんでそんな怖くないんで、リーダーも16ぐらいとかで全然対応できてます。で、リールなんですけど、リールはまあ僕 C3000 のハイギア、やっぱハイギアの方がこうゆっくり巻き取ってこうなんていうんですかね、早い巻き取りとゆっくり巻き取りの調整がよくしやすいのでハイギアを選んでます。で、まあスナップをつけて、で、やっぱりイワシについたチヌの狙いなんで、ポッパーとかよりもペンシルとかの小魚のまあ、逃げるアクション、そういう逃走のアクションで使いやすくて、ちょっとダイブしたりドッグウォークしたりできるようなこういうペンシル、これを好んで使ってますね。こっちの方が反応いいかなっていう感じです。まあだいたいこんな感じですかね。はい、まあ、基本的な流れなんですけど、まあ、垂らしはこれぐらいでいいかなみたいな感じですね。ほんでこれをまず大きめに向かってフルキャストで、ラインスラックを取ってもう即ちょん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 って水面を、結構これハイギアなんですけども、これぐらいのスピードで 3000C3000 のハイギアでこれぐらいのスピードでもうあとはもうずっと同じような感じで一定スピードでシェイクでリトリーブ。はい、チヌのトップウォーターゲームを今ちょっとずっとやってるんですけど、まあだいたいこの辺関西、まあ、瀬戸内紀伊水道この辺をメインに今やってるんですけど、まあカタクチイワシこの辺の10センチ12センチぐらいのが接岸してきて、そこで一気にもうチヌ雑食性高いんでもう小魚を追い求めてこう水面近くでボイルし始めるんですけど、まあそれをこういうペンシルで水面をちょん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 って結構早く引いて追わして食わすみたいな感じでやってるんですけど。